皆さん、こんにちは。渡辺智明です。今日は夢十夜の第一夜の冒頭部分の読み方についてちょっとお話をしたいと思います。まず第一に夢十夜というのは十夜の話が入っているんですが、それぞれ微妙に語り口が違っています。基本的にはこれは私が見た10の夢を話しているわけですけれども、その1から10の夢、それぞれ微妙な違いがあるんですが、これをぜひ読み分けて読んでくださるといいと思います。で、今日はですね、第1夜なんですけれども、その第1夜の冒頭の部分を取り上げて、基本的な読み方のお話をしようと思います。まず部分的に読みながら、その注意するべきところを何点か、指摘しながらお話をしていきます。で、ここに赤い印がついているのは、私が、進めています記号付けということなんですが、このそれぞれの記号の説明については、私が書いた朗読の教科書に、詳しく書いてありますので、後で参考にして調べてください。それでは、読んでみましょう。こんな夢を見た。で、ここで大事なのは、こんなというところに、二重線が引いてあります。で、あとは見たの見に赤い丸が、打ってあります。で、よくある読み方というのは、こんな夢を見たというふうな読み方をする人がいる。しかし、問題は、このこんな夢というところに意味があるわけです。このこんな夢というのは一体何かというと、上に印をつけておきましたけど、こういう赤い印ですね。で、この赤い印から始まって、こんな夢というのは、この第一夜の全体が終わるまでがこんな夢になっている。ですから、こんな夢というのは、この話の全体をくくるためにとても重要な言葉なんです。プロミネンスですけどもね、これをきちんと読まないと、後のこの話の終わりまでがくくられているということが見えてこない。そこが大事なところです。では次に行きましょう。腕組みをして枕元に座っていると、仰向きに寝た女が静かな声で「もう死にます」と言う。ここで問題なのは、赤い丸にご注意ください。腕組みですね。座っていると、女が静かな死にますというこの黒丸が強弱アクセントです。一般には肯定で読む人が多いんですが、私の場合にはこの黒丸をあえてつけることによって言葉の意味が立ってくる。そのために大事なところです。あとはですね、2行目の枕元のところにカタカナで言うところの負の字がついています。これは文節同士がつながらない。そして負の字のところから、イントネーション、つまり語り受けが始まる。つまりどういうことかと言いますと、腕組みをして枕元ではなくてね、腕組みをしては語り受け、枕元に座るという語り方です。ですから、枕元が強くならないと、枕元に座っているとというふうに後ろが上がると場面が立ち上がってこない。そして、仰向きに寝た女というのはいわばまとまったところですので、特に印はないと。その後、もう死にますと鍵をつけました。で、これは女の言葉なんですが、演劇と
文学の読みの根本的に違うところは、この「もう死にます」というこの言葉が女として登場するわけではないんです。つまりある意味ではこの「私」という人が後で出てきます。あ、私じゃないですね、この場合自分ですね。そしてその自分という人が語っている中でのこの女の人の言葉なんです。ですからよくやるのは、静かな声でもう死にますというというふうに、いかにも女の声でやったらば何かちょっと気持ち悪いです。つまり自分が伝えているのは女の声を自分の解釈でもってもう一回再現してるんだと、そういう意味ですから、そこだけ女のセリフにして芝居をするようにすると、何か作品全体の調子が壊れてしまうというわけです。次に行きましょう。女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかな瓜ざね顔をその中に横たえている。女はの後に長い髪、枕のところにはさっきと同じように「ふ」の字が入っています。この「ふ」の字というのはかかりうけの始まりです。ですからそれ、長いは髪にかかる、枕に敷くにかかる。でもう一つよくあるアクセントの問題ですけども、輪郭の柔らかなじゃなくて柔らかなと、このらのアクセントがつくだけで随分印象が変わってくる。で、あとはこの柔らかなの後に V 印がついています。この V 印というのは要するに、輪郭の柔らかなどこへかかるかというと顔です。輪郭の柔らかな瓜ざね顔と、このがにもアクセントがある。そしてその中に横たえている。でその中というのはどの中でしょうか。そのといった時に長い髪が枕のように敷かれている。そして、そこに瓜ざね顔、顔が埋まっているような感じになっている。ですからその中と書いてある。で次に行きましょう。真っ白な頬の底に暖かい血の色が程よく差して、唇の色は無論赤い。でここも真っ白なに波線がついています。これも、さっきの二重線と同じみたいなプロミネンスなんですけどもね、修飾的なプロミネンスとの場合には波線、柔らかくしかも強いと私は言っていますけども、その波線の印がついている。で暖かいのところも負の字ですね。頬の底に暖かいではなくて、頬の底に程よく刺してそこまで飛んでいく、これが飛んでるかかり受けです。あとは暖かいというこのかのアクセント、血の色がってこれもね、程よく刺して、ここで大事なのは、私のアクセントというのは肯定ではなくて、もういつも言いますけども、強弱が7割、肯定が3割、そんな感じの、アクセントなんです。あとはアクセントのある音というのは、うっと喉の奥で飲み込むように強い力が働く。ですから逆に肯定の人はよく間違うんですが、温かい血の色が程よく刺してというね、音を上げることによって力が抜けてしまう。これが言葉が立ってこない一つの理由であります。そして無論赤いのかです。赤いじゃなくて無論が赤い。でこの場合もかにアクセントがある。では
次に行きましょう。到底死にそうには見えない。で、これは丸括弧がついています。この到底はさっきの強調、死にそうにはの2ですね。見えない、ないが二重線。この丸括弧というのは心の中の声です。これが一般の朗読の人には難しいんですけどもね。何かというと、これは伝達をする言葉ではないんです。この登場人物が心の中で自分に問いかけてる。それを、一見独り言のようなのですが、しかし一人で自分で納得するように考えているのが内言の表現です。あとは2ですね。この助詞の2というのは時間を指す場合の2と、あるいは、場所を示す2とありますけどもね、なかなか2はね重要な助詞です。で、この2のアクセントを、死にそうには見えないではなくて、死にそうには見えないの2アクセントつけることによって、言葉全体、意味全体が立ってきます。では次に行きます。しかし女は静かな声で、もう死にますとはっきり言った。このしかしのアクセントはかではありません。死です。しかしというと何か、気持ちが抜けるんですね。で、あとはもう死にます。これもさっきと同じ女の言葉です。で、死にますのますです。このアクセントがはっきりという次の波線の表現を証明する。もう死にますではなくて、もう死にますとはっきり言うというね、まとはっきりのプロミネンスが対応している。で、次へ行きます。自分も確かにこれは死ぬなと思った。で、ここも丸括弧です。で、何アクセントがある。死ぬなと思った。死ぬなと思ったっていうこの何のアクセントが抜けるだけで、思いが弱くなる。先へ行きます。そこで、そうかね、もう死ぬのかねと上から覗き込むようにして聞いてみた。この「そうかね、もう死ぬのかね」っていうこれも鍵ですね。これは自分の言葉です。で、「もう」が強調されてる。二重線。死ぬのかねと、死ぬのかねと、この「ぬ」と「ね」のアクセントで、とのここは「ね」と「と」をつないでいます。そして上から覗き込むようにしてがかかり受けで、上から始まる。そして覗き込むように、覗き込むように、覗き込むようにでは、覗き込むようにして聞いてみた。ことみです。このアクセントが強調されるだけで、言葉が立ってくる。で、次に行きましょう。死にますともと言いながら、女はパッチリと目を開けた。で、ここも女の言葉です。死にますともと言いながら、ともと、ともと言い、ともと、死にますともと言いながら、で、このももアクセント。女はパッチリとのこの波線ですけども、地にアクセントを強く置くことによって、このパッチリとの地が生きてくる。目を開けた、パッチリと目を開けた。で、ここの、地と目ですね。で、先へ行きます。大きな潤いのある目で、長いまつげに包まれた中は、ただ一面に真っ黒であった。意識的にどこが強められているか分かるように読んでいますけど、大きなは形容詞のプロミネンス、潤いの
ある目でと、これもあと目のアクセント、長いまつげの間、包まれた中はの間と名です。ただ一面に真っ黒という、意識的に真っ黒が術部的なプロミネンスです。先へ行きます。その真っ黒な瞳の奥に自分の姿が鮮やかに浮かんでいる。ここも大事なのはそののプロミネンス、真っ黒の句、瞳の奥にのを、自分の姿がの巣、鮮やかに浮かんでいるとなります。第1回ですので、この第1段落、2つ目の段落ですね、ほんの短い部分ですけども、これをもう一度私のこの動画を見ながら、部分的に、私の読みの後で止めて、どのアクセントが強調されているかというのを後について読んでみると、なぜそうなるかお分かりになると思います。あとですね、大事なのはかかりうけの問題で、今回は特に黒丸、まあ赤丸がついてますけども、このアクセントを強めるだけで、文脈、言葉の単語の意味ではなくて文脈の強調までがこの丸によって、浮かび上がるということを確認してみてください。でさらに、YouTube には私の、夢十夜の第1夜から第10夜まで全部の録音が、素晴らしい、金井田悦子さんという方の絵をつけてアップされていますので、 第1夜、夢十夜第1夜をまたこんな観点から、聞いてみますと、どういう表現がされているかお分かりになるかと思います。それでは今回はこれで終了いたします。本日は、2020年4月14日7時15分前ぐらいです。それでは、ご清聴ありがとうございました。これで終わります。